にちは、高崎裕之です。今日は今からちょっと髪を切りに行きたいなっていうふうに思います。だいぶ伸びたので、もう3週間ぐらい切ってないですね。なのでちょっと今から行っていきたいと思います。ビフォーアフター楽しみにしてください。はい、ここもじゃあ、あのこの黒い部分を 3mm でカットして、はい、上も結構ボリューム出てきたので。そうですね、1ヶ月ぶりとかですか？3週間ぶりですね。3週間ぶり、はい、もうちょっと量を取りますか、ね、はい、お願いします。うん、なんかどのぐらい伸ばす予定とかあるんですか？まあ、少しちょっと伸ばしていこうかなと思って。うんうんうん、わかりました。これは隔離明けですよ。そうです、隔離で2週間ホテルに行って。お疲れ様でした。出てきて1週間で。そうですよね、めっちゃ大変でした。それじゃあ早速始めるので、最初シャンプーして、いや、このまま切ります。このまま切って最後にシャンプーします。シャンプーしてきたの多分大丈夫です。あ、はい、ありがとうございます。隔離どうでしょう？めっちゃ大変でした。僕の友達も隔離してこっちまた戻ってきたのなんですけど、まあ大変だったって言って。美容師さんですか？いや、また別の、はい、結構同い年の子とかすごい私多くて、はい、その中のメンバーなんですけど、一回日本帰って戻ってきて、ずっとベトナムに住んでらっしゃる。これは今1年半ですね。刈り上げて、はい、ベトナム初めてですか？初めてです。 どうですか？まあ、1週間ぐらいだと思うんですけど。まあでもすごくね、いいですね。あ、そうですよね、はい、住みやすいです。よかったです。届かなかった？もう届きました。え？届きました。え？届きました。場所？すいません、分かりづらくて申し訳ない。動画撮ってる。緊張しますね。いいえ、もう全然気にしないんだ。大丈夫です。ベトナムご飯はどうですか？ありますか？あ、美味しいです。はい。美味しいですね。はい。美味しいですよね。美味しいです。美味しいです。美味しいし安いし。はい、でも中にはあまり好きじゃないって人もいて。ちょ、パクチーが苦手なんでパクチーだけは抜いてもらって。わかります。結構入ってますよね。入ってます。まあそんなに量は多くはないと思うんですけど。日本食食べました。あ、いいですか？はい、日本人がやってるお店で。ああ、はい、美味しかったです。僕たちラーメンとか全然美味しくて。あ、そうなんですか？そうなんですよ。ラーメンすごいいろいろ種類あるんですけど、はい、これどこも美味しいですか？うん、美味しいですね。日本人がやってるんですか？そうですね、そうですね。あのレタントンって日本人街のところに結構ラーメン屋さんたくさんあって、縛れるぐらいの長さまで伸ばすとかそういうのは。いや、そんなやろ。一回全体の量をちょっと触ってもらっていいですか？もうちょっと取りたかったら全然。もうちょい上を取りますか？はい、わかりました。これいいです。あと前髪もちょっと目に入らないぐらいにちょっと。ちょっと気になります。はい、ちょっとだけ。これちょっと流す感じですかね、いつも。そうですね、いつも流す感じで。はいです。前髪長さどうですか？はい、大丈夫です。ちょっと全体また触ってもらっていいですか？はい、大丈夫です。大丈夫です。はい、じゃあ一回これでシャンプーしますね。はい、ベトナム人のスタッフにして。はい、しんちゃんお願い。
加減大丈夫ですか？大丈夫。毎日トレーニングですか？毎日です。今日も午後から。あ、そうですか。結構夜遅くまでやってそうなイメージなんですけど、全然わかんなくて。でも6時ぐらいまでですね。あ、そうなんですね。はい、その終わった時間はフリーというか。そうです。はい、めちゃくちゃ色々読んでるんです。何読んでるんですか？今、レイズと、ブルーロックと、ベイビーブルース、青足、なんか4つ続けて全部今、サッカーマンガずっと読んでるから、ちょっと内容がどれがどれだか分かんなくなっちゃう。ご紹介です。お二人来ていただいてすごい嬉しいです。いえ、すごい。じゃあ後ろの結果お願いします。はい、はい、ありがとうございます。なんか気になるところとかありますか？は、大丈夫です。はい。はい、ありがとうございました。髪切り終えました。サイドも3ミリで刈り込んで、上もボリュームを落として、結構スッキリしました。それでなんかベトナムはなんかみんなヒゲ生やさないっていうんで、ちょっと5年ぶりぐらいにヒゲ剃ってみようかなと思います。ちょっと、全部剃ってみようかな。ちょっと剃りますね。これ全部ひげ剃りの泡がないんで、そんなホームで行くしかない。ひげ濃いからな、5枚はないと無理なんだよ。じゃあ行くか。最初バリカンで短くしてからやる。それを終わりました。どうすか？もう何年ぶりだろう、5年。いや、もっと何年ぶりかに、ね、全部ヒゲ剃りました。髪も切ってヒゲも剃って、さっぱりしました。これちょっとまだ日焼けがしてないんで、日焼けすればバッチリになるかなってな感じで、髪を切って家も剃ってさっぱりしました。